今回から専門課程に入る。専攻するコースをよく考えてきたか。どっちを選択するんだ。本当にそれでいいのか。よし、これから専攻課程だ。さらに訓練は厳しくなるぞ。気合を入れていけよ。よし、来たな。それではブリーフィングを始める。今回から実戦訓練をする。戦闘機のパイロットとして武器の使い方をしっかり覚えておけよ。今回は機銃を使って空中物を破壊する。ホームベース南30キロ付近に浮遊しているターゲットバルーン10個をできるだけ早く破壊しろ。レーダーに赤く表示されているのがターゲットだ。ターゲットは動いていない。落ち着いて狙えば簡単に当たるはずだ。今まで習得した技術を駆使して破壊しまくれ。すべて破壊すれば訓練終了だ。無駄弾を撃たないように落ち着いていけよ。以上だ。以上、解散。